鈴木祐介は、日本のナレーター。FM ラジオやテレビ番組、イベント司会者として活躍している。大沢事務所を経て、個人事務所を設立。東京生まれ埼玉育ち。成立学園高校卒業。東京商科学院イベントプランニング学科卒業。出版社に勤める親の影響でライターを目指していたが、知人の勧めで JWAV の DJ オーディションを受け1500人の中から選出され、ラジオ現場の見習いの意味合いも兼ねて、ラジオ制作会社シャララカンパニーで下積み時代を過ごす。最初に AD でついた番組はバリー・ホワイトがナビゲーターを務めるアップトゥーン・ミッドナイト・フェイス・セズ。この時のディレクターがバカボン・オニズカであった。その後はクリス・ペプラーがナビゲーターを務める J ・ w a v e の看板番,番組、 トキオホット100で AD を務める。この時のディレクターが、村上雄心、菊池厚しであった。トキオホット100内のロバート・ハリスのモノマネをする、パロディーコーナー、ハリソン・ロバートソンを担当するようになり、それを聞いていたた番組のディレクターが、お前面白えな。オーディションにあるから受けてみたらと紹介されたのが、ベイフム、グルーブ・フロム、K ・ケウエスト。 この番組に採用されることをきっかけに、制作会社を退社し、DJ、ナレーターの道へ。以後テレビ番組やコマーシャルのナレーション、イベント司会などで活躍。もともと劇団にいたこともあり、表情豊かな声はそこも関係しているのではと、言われている。ラジオやイベントの司会など、これまで対談してきた著名人は延べ2000組以上。前に出すぎず自然体で相手を気持ちよくさせる。 ステージ回しが特徴である。喋るだけでなく、制作出身のキャリアを生かした作り手として、ラジオ、イベントの制作も受け負うマルチプレイヤー。20年以上のクラブ DJ キャリアから、引き出しの多いラジオライクな DJ ミックスのファンは多く、CD 化希望の声も多い。ナレーターとしては、これまで、お願い、ランキングや、スポルト、などバラエティ番組から、 スポーツ番組まで明確で分かりやすい口調と主張しすぎない語り口で知られる。高音から低音まで声域の広さを活かし様々なオーダーにも対応可能な声も魅力の一つで特に落ち着いたトーンのドキュメンタリー作品には定評がある。コマーシャル、テレビ番組のナレーションだけに留まることなく企業 VP、e-Learning などインナー系ボイスからの指名も高い。 学生時代に肌荒れに悩んだことをきっかけに美容に目覚め、美容品の代理店を務めるほどまでに、会う人の多くがその肌質の綺麗さに驚く。堀江門を崇拝し、自身も美容、アパレルをはじめとした実業家として恋にとどまることなく活動している。ありがとうございます。